夜かとっていろいろ言いますね。これは小見筋ですね。小見筋、はい、とっても綺麗ですね。飛び方が結構特徴的で4時間ぐらいですね、電力を使えるの、うん、あ、もう映ってます。おスマグロヒョウも、そうそう、秋はこういう花に、特にこういう、これセンダングサって言うんですけど、センダングサに集まる虫が多くて、秋の花は昆虫観察のいいスポットの一つですね。わー、綺麗ですね。ここになんかいろんな蝶だけじゃなくて花部類だったりとか爬虫類とか、うん、いろんな虫が集まっていることも多いんですよ。そうなんですね。秋の季節はこの秋の花、特にこのセンダングサとか、まあ、花壇にあるようなやつも結構見どころのスポットの一つになりますね。このセンダングサはよく見かけますもんね、はい、そうですね。センダングサはあの冬になるとひっつき虫になるやつです。あ、はい、あれですか。この今花がこうおしべがあるようなところ、うんうん、これがなんかトゲ状になって草むらに入るとそれがこう刺さってくっつくっていうタイプのやつですね、はい、へえ。ビリビリって上の方で鳴いてるやつは、はい、青松虫っていうやつですね。松虫なんですね、はい、あ、ホタルガだ。ホタルガです。あ、ホタルみたいな配色をしているのが名前の由来なんですよ、はい、顔が赤くて、頭部が赤くて羽が黒いっていう綺麗な、うーん、シックな美しさを持つがですね。見えました、見えました、 見えました。本当ですね、ホタルみたい。そうなんですよ、そういう配色をしてるやつで、なんかひさかきってやつとか、その常緑樹を幼虫は食べるので、はい、ちょっと森の内側にいることが多いやつですね。うん、これ雑木林なんですけど、林園というよりかはちょっと内側にいるで見ることが多いがです。うん、なんかいろんな本当多様な種類がいるので、はい、昼間活動するタイプ、夜活動するタイプがいろいろいますね。うん、これは小見筋ですね。小見筋、はい、これも綺麗ですね。そうなんですよ、これ飛び方が結構特徴的で、なんかひらひらひらみたいな感じで滑るように滑空するように飛びますね、その飛び方がまあ他の蝶とはちょっと違う感じで面白い蝶です。なんか胴体がちょっとその緑色の金属光沢みたいなの持ってて、そうそう、よく見るとそういう美しさもあるってい う確かに飛び方が面白いです ね、 ですね。そう、なんか滑るように飛ぶんですよ。本当だ、ひらひらって飛んでます。羽を開いて止まるタイプの蝶なんで、うん、撮影は比較的しやすい。そうなんですね。まあでも高い位置で止まる時もあるので、そうするとなかなか取れない、取りにくい場所だったりはします。うん、時もありますけど。ここは狐の孫の楽園ですね。おここはあの狐の孫は蝶がよく、蝶とか蜂が蜜を吸うので、はい、ここら辺を見てるといろんな虫が飛んできて楽しい植物ですね。うん、今もセセリチョウの仲間と、これはヤマトシジンですね、ヤマトシジンがいて、そこにツチバチの仲間がいますね。うーん、いっぱい虫がいますね。そうですね、ここは賑やかですね。陰園で花が咲いてるっていうこの条件が揃うと、うんうん、結構いろんな虫が見れたりしますね。そうなんですね。これに野草がちゃんと咲いてるところってあんまり。虫が主役の単性バトル RPG、虫&バトルも配信中。ぜひダウンロードしてみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近になれるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、
チャンネル登録をよろしくお願いします。